私が以前住んでいた部屋の話。私は就職を機に会社近くのアパートに引っ越した。立地はいいけどかなり古いアパートで、家賃が安かったのが決めた理由だ。出社1日目、早起きして身だしなみを整えていると、櫛がない。二ほどきの時に洗面所に出しておいたはずだけど、少し探したが見つからないので仕方なく携帯用の櫛で髪をセットした。その日帰ってきてからあちこち探したが、結局櫛は見つからなかった。恥ずかしいことだが、私は整理整頓が苦手で、部屋の中で物をなくすこともよくある。次からは気をつけようということで、新しい櫛を買ってきた。一週間ほどでその櫛もなくなった。洗面台と壁の隙間、洗面台の下、洗濯機の下などを探したが見つからない。今度はなくさないように注意していたはずなのに。就職したばかりで疲れているのかもしれないと自分を納得させた。また新しい櫛を買ってきた。今度は櫛専用のケースを用意し、しっかりそこへ戻すことに注意した。今度は3日も持たなかった。しかも恐ろしいのは、就寝前にはそこにあることを確認した櫛が朝見たら消えていたからだ。櫛がなくなったのは夜中。ストーカー？それとも私が無遊病なのかも。気味が悪かったが、それで引っ越しするわけにもいかず、戸締まりだけはしっかりするようにした。仕事が忙しかったせいで当時はあんまり考えないようにしていたが、今思えばさっさと引っ越ししておけばよかった。しばらく携帯用の櫛だけを使っていたが、ある日思いついてまた新しい櫛を買ってきた。私は櫛に2メーターぐらいの紐をつけて洗面台の取っ手に固く結びつけた。とりあえずこれでなくなることはないはず。もし紐が切られていたりしたら警察に行こう。そう思ってその日は寝た。翌朝起きて洗面所に入った時、私は自分のしたことを後悔した。櫛はあった。櫛ケースの中ではなく洗面所の床に落ちていた。そしてその櫛にびっしりと無数の長い黒髪がまとわりついていた。1メーターはあろうかという長い髪。しかしなんだかとても汚い髪のように見えた。ぐちゃぐちゃに絡まっていて、なんだかぬめっている。そして髪の端に見える赤黒い塊は頭皮。限界に達した私はカバンと服を掴んで外に飛び出した。早朝だったせいか、会社に着くまで誰にも会わなかった。それもまた怖かった。会社はまだ開いてなかったけど、守衛さんに頼んで入れてもらった。守衛さんに会えてようやく私は安心できてへたり込んでしまった。守衛さんにはかなり奇妙に映ったんだろうけど、トイレで身だしなみを整え、しばらくしてから同僚が出社してきて、通常業務をこなしているうちにだんだん私は冷静になってきた。朝はわけのわからない恐怖で飛び出してきたけれど、あれは何だったんだろう。友達に相談しようとしたが、一体どう説明したらいいか考えているうちに、もしかして寝ぼけていたのかも、夢だったのかもしれないとも思えてきた。とはいえ、一人であの部屋に戻る気にはなれなかった。結局私は適当に理由をでっち上げて、友達に泊まらせてもらえるよう頼んだ。ついでに荷物を取ってくる名目で一緒に部屋までついてきてもらうことにした。友達は快く引き受けてくれた。夕方、まだ明るいうちに私は友達と一緒に部屋に入った。洗面所のドアの前に立つ。すぐ後ろに友達がいるのを確認して、私は少しだけドアを開け、隙間から中を覗いた。洗面所の床には何もない。ああよかった、やっぱり夢だったんだとドアを開けた。私はそこで固まった。あれが多分金縛りというやつなんだろう。
目を開いたまま体を動かすことも声を出すこともできなくなった。洗面台の鏡の中に私が立っていた。でもその後ろに立っているのは友達ではなかった。そこにいたのは黒い毛の塊。それが後ろ向きの女の頭だとすぐにわからなかった。その毛があまりに絡まり合っていて、その上ヘドロでもかけられたかのように汚かったからだ。ぐちゃぐちゃの頭の下からそろそろと青白い両手が伸びてきた。片方の手にはいつの間にか私の携帯用の櫛が握られていた。私の後ろで後ろ向きの女が髪をすく。しかし絡み合った髪の毛は櫛の刃を通さない。ぐいぐいと女が腕に力を込めるのがわかる。ずるりとまるでカツラが落ちるように毛の塊が落ちた。ドサッという音を聞いた。肌色と赤色の混ざったような女の後頭部が見えた。髪が皮ごと抜け落ちて下の肉が見えてるんだ。その後の記憶はない。気づいたら救急車の中だった。友達が言うには私は洗面所のドアを開けた途端に倒れたらしい。すぐに救急車を呼んで今は病院に向かっている。洗面所には紐につながったままの櫛が転がっていたけど髪の毛はついてなかったそうだ。私のカバンに入れておいたはずの携帯用の櫛はなくなっていた。病院でした検査の結果は何の異常もなかったけれど、体調が悪いと言って少しだけ会社を休んだ。速攻で新しい部屋を見つけて引っ越すことにした。部屋にある荷物は父と業者に頼んで持ってきてもらい、私はあの部屋には近づかなかった。父には洗面所には絶対に入らないように念を押した。急な引っ越しと洗面所を全く片付けなかったわけだけど、大家は何も言わなかった。新しい引っ越し先でも私はしばらく部屋に櫛を置けなかった。